アロハー！いやー、九月になりましたね。九月になりましたね。えー、まあピカラジ。はい。九月といえばですよ。はい。ピカラジがなんとなんと一周年になります。おめでとうございます。すごいね、一年続いたね,いね。続きましたね。あっという間ですよ。あの冒頭のアロハには触れない感じですか？ふ、うん。<laughs> なんか <laughs> なんか九月にちなんでる感じ？ あのまあ今年さまあいろいろあってさ、まあ夏らしいことできないじゃないですか、ちょっとね、あの気分だけでも夏っぽく盛り上げていこうかなといいね、それでアロハ、ハワイのハワイのあいで、もう気分だけでも常夏ですよ、まだまだ暑い日が続きますからね、他に9月といえばなんかあります9月といえばね、なんだろうね、月見バーガー。 すごい限定的始まりましたねそういえばあのワンダンスさんねそうそうそうまだ食べてないはいはいまだ食べてないですね美味しいんで今年の濃厚なやつ美味しいっすよあ美味しいっすか毎年美味しいっすけどね毎年美味ししい楽みたま卵はね美味しいではそろそろいきますよはいゆうきとはやとの「ピカピカラジオ」この番組は 株式会社ポンテの提供でお送りします。始まりました。勇気と隼とのピカピカラジオ第二十一回の放送です。はい。 本日もですね、えー、感染対策を施したスタジオにて2人で顔を合わせて収録をしています。うん、まあさっきも話しましたが、はい、ピカラジ1周年ということで大おめでたいですね。おめでたいですね。うん、いやそんなわけで、えー、次の放送ではですね、はい、1>, 1周年おめでとう記念をやろうと、うん、何やらね企画が進行中らしいので<っ>皆さんどうぞお楽しみにと。 はい、楽しみにしていてくださいツイッターのお知らせにですね、はい、ご注目くださいそして SNS といえば、はい、インスタですよインスタインスタはい前回の放送ではですねピカラジカラの圧力ということで、まあ、インスタ投稿放送内でやりました僕らですけども皆さん見ていただけましたでしょうか、はい、見ていただけましたかね、えー、であれから投稿は増えてますかとのコメント来てますけどへ、えー 増増ええててなないですねまあそんな僕らに本日もですね番組内で撮った写真をインスタにアップしていきますよってことではいまずははい圧力きてるので早速撮っていきたいと思いますじゃあお願いします めったにスタジオ内にスマートフォンを持ち込まないんですが、はい、このために持ち込んで <laughs> さっきさっき <laughs> まあねまあラジオの収録ですからじゃあ321、はい、でゆウきもうちょっと右に寄れる、うん、右右右行くよはい321はい取れたこれをねじゃあ僕がアップしている間に、はい。ウきにね 進行してもらおうかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、お願いします、えー。ピカラジのインスタですね。見たことないよーって方、えー、ぜひピカラジの公式サイトにアカウントが載っているので、はい、ぜひ見てみてくださいね。お願いします。<laughs> インスタ更新できたかな。 <laughs> 早いよ <laughs>。めちゃめちゃ早いよね <laughs>。もうちょっとあのー、もうちょっともうちょっとあれね。<laughs> じゃああのお便りをいただいているので、はいえー、早速紹介していこうと思います。僕はその間に完成させておきますはいよろしくお願いします。はい、えー、ではですねはい、えー、こちら質問箱からいただきました、えー、ありがとうございます。ゆうきさんハエタさんこんにちはこんにちはこんにちは、えー、ラジオいつも楽しみにしています、えー、あまり SNS にいないゆうきさん、えー、はい。 私ですね、はい。普段は何してるんだろうと最近とても気になっています差し支えない程度で知りたいです BS 受注生産でいいのでミニドラマの CD が欲しいですいやーありがたいですね俺これは力じね、あのー、すぐ答えますよこんなの <laughs> すぐ答えますから、えー、楽しみにしていてください、はい、えーとー最,近最近何しているでしょうの ツイッターについて言われたねねそうです、ね、<laughs> あんまり僕ツイッター自体もインスタどころかツイッター自体もそんなにいないですからねでも、あのー、この間筋トレしたんですよ、はい、もう体バッキバキで今。<laughs> 体バキバキでちょっとちょっと筋トレしたんですけどもうこれはやばいなっていうぐらい今すごいんですよ肩をもむだけでここがびきってなるぐらい筋のここの腕のなんて言うんですの上腕上上腕腕二頭筋からここの伸びる肘を伝ってこの腕のここのところですよ。 肘と手首の間のところですね。これなんていうのか、ぜひあの知ってる方教えてほしいんですけど、骨筋肉がもうやばい悲鳴を上げててですね今、あと腹筋もですねあのバキバキに痛くてですね、もう至る所痛いんだ。そうなんです。よそう座ってるだけで背筋も痛いし、でちょっとこう伸びをしよう思うんならあのもう背肩もねもう今バキバキで。すごいねいじめてるねかいじめてる。 最近いじめてます体をなんかでも筋トレって夏ってイメージだね今のそうちょっと涼しくなってきたからさすがにねあの真夏はねちょっと僕もやる気があまり出なかったんですけども、ねうんはい、この間ちょこっとねやってきました。 ぜひぜひそういう写真もアップしていこうよそうですねいやでもなんかすごい汗だくのこの写真をなんかきっと好きかもしれない。いただけないからのあい好きかもしれませんかね自分ありますかね汗だくの勇気とか見たいっていう子多いと思うよあ本当ですか俺ももう見たいじゃあハヤトの要望があったんでじゃあハヤトのために筋トレするときはぜひぜひ忘れなければねはい。 そんな感じですかねはいで<ー>お便り、はいえー、もう一つ質問箱の方にいただいてますはいはい。平野さん結城さんこんにちはこんにちは,こんにちはスタジオ久しぶりですね、はい、久しぶりですねえ平野さん舞台お疲れ様でしたありがとうございます平野さんに質問です今回夫婦役をすることになって一番苦労したことは何ですか<ー>こちらが7月に出た舞台のことですねはいはいはい、はい えーまあ、その時が僕夫婦役やったんですけどでも夫婦役って言っても主にツッコミであったりとかうん、うん、シーンが変わる時のきっかけになるような役だったので、ね、だから夫婦としてののの会話だだっったたりがそそんなな多いわけじゃかからその夫婦っていう設定の説得力を持たせるところが多分一番。 苦労したというかまあ難しいところでしたね難しいねこの描かれていない部分を見せるっていうのはやっぱりもう立ち振る舞いとか言動で全て出ちゃうからねそうなんかセリフがない時の裏芝居であったりとかまあそんな感じ距離感とかねうんなるほどねそういうところに気をつけたとさすがはい。プロっぽい回答ありがとうございますいやいやいやありがとうございましたありがとうございました はいそのわけで、えー、たくさんお便りいつもありがとうございますありがとうございます、えー、これからもどんどん募集しておりますので、えー、どんどん送ってくださいはい <laughs>、えー、僕ら宛てへのメッセージや番組の感想何でもお待ちしております,待ててお,りますお便りの宛先はツイッターで質問箱に投げ入れてもらうか「えー、ハッシュタグピカラジ」をつけてツイートまたは公式サイトのメールアドレスまで、えー、送ってください待ってます,待ってます続いてはミニドラマです ここまで来たら大丈夫だろう。隼人、ああ、うん、なんだよ。 勇気か驚かせるなよそんなに驚くなんて思わなかったよどうしたのさっきから怪しい謎の男に追いかけられてるんだ隼ともまさか勇気もそうなんだよだから誰だか分かんないんだけど怪しい謎の男を見かけて同じ男その可能性あるね勇気はどうしたの俺は幸い謎の男に気づかれてはいなかったんだ だから正体を突き止めようと追いかけた。頑張ったな。俺は逃げ切るだけで精一杯だったよ。待て、止まれってしつこく追い回されて。それは怖かったね。俺もうっかり相手に気づかれて、この辺で見失ってしまったんだよ。追いかけてくるなって叫んでたな。怖いな。いや、まだこの辺にいるかもしれない。だと思って、さっきから探してるんだけど。 俺も完全に見失ったよ仕方ない別行動は危険だから2人で逃げようそうだね謎の男が現れても2人いればなんとかなる行くようん追いかけてくるな <laughs> 待て止まれ追いかけてくるな待て止まれ

このコーナーナではあるお題を NG ワードを使わず制限時間内に相手に伝える実況中継ゲームに挑戦していきますはいお題は必ず誰かかが何かをしてていいいるという内容になっていますですので僕らはまず誰なのかを伝えることそして何をしているのか表現するもしくは説明をする必要があるわけです制限時間は1分時間内に当てられなかった場合には罰ゲームとしてお題の即興芝居を演じることになりますはい前回はは僕が挑戦したので今日は 勇気に挑戦してもらいたいと思います。では早速お対を引いてください。ラジャさ<あ>はい、はい、じゃあどうぞ。これ、はい。今透明シート越しに、シート越しに今し抽選会が行われましたけれども、見ちゃっていいですかね。でははい開いてください。デデン。<laughs> お、なんか楽しそう。ああそうですか。いけそうなテンション、ね。あこれはねすごいですね。 じゃあの、これは、これはすごいですね。すごいものを引いたらしいです。はすごいでは、<あ>始めていきましょうか。<laughs> はい、勇気のピカピカ実況中継。スタート。わらわは。とても今季節感を。感じることを知っておる。うん <laughs> えー、夜の空を。見上げております。うん、はいはいはい。 がまあ時代が時代でございますので <laughs>、えー、この筒状の筒状の。 筒状の練り物にて筒状の練り物にて覗いておるわけでございます。練り物練りとはあの魚介を生かした練り物でございましてわらわでございますね。あのあの何でしょうねわらわはあの。 ダメだ。あれはまああのあれでございます終了。ひどいぞこれは。もうこれ喋り方からもうねあの喋り方にヒント詰めたんで。なるほど。役にね込めたんでちょっと。俺のエスパーが発動するかどうか発動するかどうかになりますね。じゃあハヤさん答えをちょっと整理させて。整理整理する。全然情報がね。えちょっとひどかったねよな。 熱感感じることしてて筒状の練り物ででも誰かのかの情報は喋り方しかないっていうねそうそうそうこれね、あのー思い出した夜空見上げてんだ夜空見上げてますよねオッケーいけるオッケーじゃあ早田さん答えをお願いします待ってあの言葉言葉行かないのね言葉が出てこないあの物の名前が出てこないって物の名前が出てこないああじゃあちょっと待ちましょうちちょっと待出てきた出てきたよしじゃあ答えをどうぞええ。 月焼きにつくねを入れる小野の小町何を言ってるんだ君はは俺のセリフだろこれじゃ正解いきますよちくわから月を除くかぐや姫ふざけんなよこれ難しいよ俺そんな喋りするかぐや姫聞いたことないとしない かぐや姫しないっす絶対俺歴史上の人物かと思ったのわらわわとか言わないですか言わんわ言わないっすか言わなんか鼻につく言い方してたからさ鼻につくとかやめてくださいよそんな喧嘩売ってないですから全然リスペクトしますから天体観測かなって思ってたんだけどあいいいい線いってるじゃないですかううん。そ筒状の練り物いい表現したと思うんですけどね要は筒状…あ そうだつくね入れんじゃんつつでみたいな思ってあな,なるほどねそ,そっち行っちゃいましたかゃたじゃあ残念ながら不正解ということでしたのでここもですね今回このインスタに載せるんですよね、はい、インスタ載せるんですよね他のコーナーにまで侵食してきたそうなんですよじゃあ撮っていきますねはい,はいはいじゃあ残念ながら 不正解でしたという写真を今から撮りたいと思います。が取ってます。うん。もう一枚撮っとこう。オ <Okay. S 1> 不正解っぽい写真を、不正解っぽい写真。残念、残念、残念そうな。残念そうない。ハエとか、ハエとかフィルターに反応しない。まあ、しょうがないですね。<laughs> 大丈夫大丈夫。<laughs> 超怖いけど大丈夫これ。大概大丈夫ですね。はい。 じゃあ残念ながら失敗ということで罰ゲームでございます。で即興芝居ですね。ちなみにお題が NG ワード聞こうよ。NG ワードがですね穴が開いているかまぼこ竹竹取り満月新月三日月月月光あとはかぐや姫とかですね。 いや難しい。これね、あのほぼ塞がれてるんですよ。道が、道がね、もうないんですよ。道が。んだろうね。うん。僕にはね、ちょっと見つけられなかった。うん。これ影面難しいかもね。そう、すべてはあのもうモロワでしょ。全然分かんなそれで行けると思ったんだけどね。いや残念でした。じゃ行きますか。じゃあレッドチクから。 月を除くかぐや姫ちくわから月を除くかぐや姫でございます<ー>それでは行、うん、きますかまいりましょうちくわから月を除くかぐや姫月が綺麗じゃの月が綺麗だねちくわから見るのはまた一丁じゃの こんな風に月を見るのは初めてだなあ。あ、あれどうしたのじゃ？なんか見えなくなった。あら、ちょっと待って。うわ、詰まったよ。詰まった。うん。何が詰まったのじゃ？月が詰まったんか。いや、月じゃないみたい。月じゃないみたい。これなんだ。<あ>わらわか。わらわか詰まった。<laughs> <laughs> 小指、小指が詰まったみたい。<laughs> 小,小指が詰まったのか。<laughs> 食べてしまえ。以上ー。<laughs> ピカピカ実況中継のコーナーでした。インスタも見てね。<laughs> エンディングです。いはい。はい、とうわ 今回お送りしてきました、このピカピカの芝居、第21回でございましたけども、も <laughs> すーごいしゃくれてるんだけど、<laughs> ちょっとね、たまには思考を凝らしてみて、<laughs> <も>えー、21回でございましたが、はいえー、いかがでしょうか、楽しくお送りしましたが、うん、どうでしたハヤトさんどうでしたかと言われましたら、ですね、はい、第21回にふさわしくないあの即興芝居のクオリティそうですのもう抜群のクオリティだったと思いますけどね。 ひどい話だったな <laughs> いやーひどかったね、うん、本当にひどかったいやでも面白かったんじゃないですか、うん、久しぶりに変な汗かいたよ <laughs>、うん、俺もね <laughs> あのすごいやってて大丈夫かなっていう感じでしたまあでもちくわは食べたくなりましたね何かちくわ食べたくなりた焼いて食べたいですねうん、うんうん、ちくわ炙ってあるけどね あ、そう。うん、<laughs> いや、追い焼きですよ。追い焼き。追い焼きね。追い焼き。追、うん、い焼き入れて。うん、あのー、刻んで。うん、あの、マヨネーズとあえて、ボーイですよ。あ、いいね。あ美味しいですね。<laughs> そんなわけで。はい。そんなわけで。<laughs> どんなわけか、わかりませんが、大切なお知らせがあります。はい、はい、ピカラジでは、皆さんからのお便りを募集しています。僕ら、あてのメッセージや番組の感想、何でもお待ちしております。 はいお便りの宛先はツイッターで質問箱に投げ入れてもらうか「ハッシュタグピカロジをつけてツイートまたは公式サイトのメールアドレスまで待っ,ま待ってます待ってますはいそして僕らからのお知らせですはいじゃあまず僕からいきましょうかねい、はい、僕9月にもイベントに出演予定で、えー、詳しくはツイッターの方で詳細出しているのでそちらもチェックしてみてください、はい、あとですね YouTube なんかにもアップされてます V 企画というものに参加しております こちらがですね VTuber の声を当てているのでよかったらそちらもチェックしてみてくださいはいありがとうございます、はい、では僕からは、えー、トムクリエイトさん制作の任天堂スイッチ、えー、PC 版スキースチームですね、えー、ダウンロード用ソフト、えー、忍びスピリッツ S 真田重遊試練と えー、大乱闘「ジュエル・ウォーズ」という作品にそれぞれ僕ら出演させていただいておりますので、はいえー、こちらもぜひダウンロードして遊んでみてくださいよろしくお願いしますお願いしますそれではそろそろ終わりのお時間ですねはい、えー、次回1周年でございますので楽しみにしてます楽しみですねい、うん、それではお相手はゆうきこととと山本平野はやとでお送りしましまたまた次回も僕らとお話ししましょう またね,ーまたねーこの番組は株式会社ポンテの提供でお送りしました。